聞いた人がみんな戻ってきたり、過ぎ去ったパレードに置き忘れた一行の愛、焼けついた匂いほどに残してく、私はデザインするのが好きだったので、 MIR 豊岡のチラシを見て、将来自分がしたいことにぴったりだと思って参加しました。自分のイラスト作品を商品にするのは初めてだったので、とても貴重な体験ができたなと思っています。目で覗いた隙間のない日々を今falling down。 普段普通に高校生活をしている中で体験できないようなことがあって、今後の将来の夢にもなんかつながりそうだなって思います。ダンスとかがしたくてステージとかにも出てみたかったんですけど、このコロナの影響でそういうのがなかなかできなかったので、音楽とかリポートとかができる裏側を知ってみたいなって思ったので、レーベルセクションに参加しました。デザインセクションの方々にインタビューをして、それを記事に書くっていう活動をしたんですけど、インタビューすることも記事を書くことも全部が初めてのことばかりで、すごい緊張したんですけど、市役所の方だったり、たくさんの方につけていただいて、いい記事が書けたので嬉しかったです。ありがとうございました。